何食ぐらいのさ、この裏メニューって。もう、もう一食か二食になるし、もう毎日はそんなにどんどん売れんけやな。そっかそっか。知ってる人だけ。うん、そう。感じられるから、もう焼いとくわ。待ってたら行けん。これ、ご飯こんだけ食べたらな、入ってみてくるんだ。あ、うまっ。めちゃめちゃうまい。これやっぱ焼いてる野菜入れてるから余計にめちゃめちゃうまい。やっぱりあの、もやしとかも好きでしょ。うん。めちゃめちゃ、チャリチャリしてるし、肉がいい味してますよ。この卵はおでんっていう。おでんの卵？いい色してますね。うん、うまっ。辛くない？めちゃめちゃうまい。美味しい？ママの発音。いやいや、辛いでも、うまい。食べたことあるんよ。これやったらいいなぁ、思って。400円やもんち、これ。じゃあね、400円。めっちゃシンプルだけど、すごい美味しいです、なんか。それやもん。うん。それにちょっと足すわけだよ。それで多分うまく味が生かされてね。うん、すごい美味しいです。あの醤油で焼くと野菜は。うん。いい感じですね。うまい、素晴らいいとこ行った。あ、もうね、熱いのが行くんだ。
みんなが美味しいな、うん、なんかね、おるの？お皿入れて、お皿入れて、うんうん、もう黙ってください。いや、行ったん。一日何玉ぐらい切るんですか？だいぶ切ります。どのぐらい切るかな、ママ。は、10玉ぐらい切る？多い時で10玉ぐらい。10玉。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。